こんにちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、市場にやってきております。で今日はですね、この市場での歩き方、このマナーとかね、あと買い方とか、こういったものを説明していきたいと思います。結構ね、動画のコメント欄で多いんですよね。市場行ってみたいんですけど、敷居が高いっていうのでね、全国の市場、どこ行っても共通すると思いますんで、紹介できればなと思います。それでは行きますか。まずこういう風に、バーンとこう、キスがこうやって無造作に、置いてありますよね。あとサザエとかで、こっちがこれ赤貝ですよね。正直こう値段が分からんじゃないですか。そういう場合はすいません、このキスってこれ何匹からです、 OK ですか？何匹からでも OK、 何匹からでも OK ってことです。まずその単位を聞くっていうところですね。何匹からでも OK なのかっていうのと、あとお値段を聞くと。この赤貝とかでも一緒ですね。これ1個単位でいいですかとか、中には 100g 単位とか、あと 1kg 単位からっていうところもありますんでね。ここのお店は1個からとか1尾からとかでも OK、 まあ、大体ね1尾とか、まあ、低ロットで対応してくれる店多いですね。うわーいいなー、このカサゴうまそうだね。これかわいいなー。うん、ここでもそうですね。こうこの長細い魚が1匹青いケースに入ってますよね。でこの魚なんだろうと思ったら、店員さんにもうすいません、この魚なんていう名前ですかって聞くのも全然 OK だと思います。忙しくなかったらね、普通に答えてくれると思いますんで。うわウニが出てきてる。うわいいな、これ紫ウニですね。身入りめちゃめちゃいい。これうまそう、今日買っていこうかな。これこっちがバフウニだね。バフウニがうまそうだな。これね、シャコエビとか、さすがにこれは1尾からとか難しいと思う。あ、すいません、このシャコってどのぐらいから OK ですか？まあ、何グラムでもキロいくらなんで。ですよね。そう、こうやってグラムとかキロ販売のとこもあるんですよね。100グラムから OK って感じですね。これもね、店員さんに全然聞いてもいいと思います。そう、だから意外とね、どういう風でも対応してくれます。うわ、すげえし、ハモだらけ、やばいな、あれ。いや、ハモがうまい時期だもんね。赤ウニ売っとるじゃん。これはもう見つけたら買わないかんっていう、そういうルールがありますんで、僕のこれは買っていく、後で買ってみます。ほんでこの市場にもよるんですけど、スーパーとかって丸の魚買って店員さんにお願いすると、鱗を取ってくれたりだとか、内臓を取ってくれたりだとか、あと3枚におろしてくれたりだとか、場合によってはちょっとお金かかるけどお刺身にしてくれたりだとか、そういうところあると思うんですけど、基本的にはこういうガチガチの市場っていうところは下処理のサービスは行ってないところが多いですね。基本的にはもう丸で買って、で家持ち帰って自分たちでさばくって感じですね。おはようございます。おはようございます。ポチポチおめでとうございます。あ、ありがとうございます。やっと釣れた。めっちゃ頑張って釣った。こういうね、市場の人とのこのね、通うと触れ合いも楽しいですよね。うわ、いい味だな、これ。これめっちゃいい。大きくてさ、これ皆さんだったらどれ買います？これかこれかこれ。意外とね、大きさ的にはこいつなんだけど、油乗ってるのこれだったりするんですよね。これ魚難しいんですよ。でこういうどれがいいか分かんない場合は、もう店員さんに全然聞いちゃっていいと思います。これどれが一番いいですかって、一番いいやつお願いしますって言えば、全然選んでくれますんでね。うわうまそう、マグロが、これうまそう。あれは養殖のね、養殖のね、はい、有田さんおはようございます。おはよう。なんかいい魚ありますか？どうですかね。いい魚しかないんですけどもね。いやいや、そんなことです。セワンで釣れとる次の大味、あと 1.45 の池畑、あと3個限定だけど、諸崎前で釣れる。諸崎前におるんすか、こんな。少ないよ、そのサイズ。少ないですよね。そうなるまでに捕まっちゃうの。こうやってこのお魚屋さんに行って、今日何がいいですかってこういう風に聞いても全然答えてくれます。夏のヒラメもうまいよな。意外と発見ですよね。こういうね、発見もあるから面白い。うわ、本当だ、これ太鼓すごいわ。ヒラメは買わんでもまず釣っちゃうんじゃない。まあ釣っちゃうでしょうね。あ、釣れるといいな、それ。これが釣りたい。これすごいな。え、これどこのやつですか？これヒマカヌル。これ映像じゃ分からんけど、これ僕手を置くと大きさ分かるっすよね。これは 6.5 キロもあるんだ、これ。だからもう体高がすごいんですよ。ありがとうございます。まあ本当にこんな感じですよ。まあ、ポイントは魚の名前が分かんなかったら全然聞けば教えてくれますというの で旬の魚が知りたかったら、今どれがうまいですかって聞けば教えてくれます。で目利きも自分で自信なかったら年々やってくれますんで。あとまあ難しいのはこの購入単位、意外とね書いてないことが多いんでね、まあ、そこはもう店員さんに聞きます。さあ、じゃあいつものように買い物しますか。まあ、赤ウニは買うとして、あとなんか一品買いたいな。あ、ほんで市場ってね、魚だけじゃなくて、この僕ここでいろんなもの買うんですけど、こういうわさびとか、こういうね、あとね、僕がよく買うのはこれ、これ海藻ビードロ、まあ、人工海藻みたいなやつたまに出るじゃないですか、僕の動画でプチマリンって言って、これを使ったりします。あとこうやってね、おごのりとかトサカとかもあるんで、こういうのも買ってきます。だいたい市場来ちゃったら何でも揃っちゃうから、こうやってイクラとかね、カニとかも売ってます。
母さんおはようございます、これお願いします。こういう締めの小肌とかホッキ貝とかね、これ冷凍食品も売ってますよね。はい、海藻系はゲット。ほんであと大葉とかなんかいろいろあしらい系も八百屋さん入ってるんで、そういうところで買ったりしてますね。とりあえず赤ウニは買うのと、もういつものパターンだと思うけど絶対貝とか行っちゃうんですよ。貝とかあと甲殻類とかそういうの行っちゃうんで、まあ、普段行かないようなやつを行きたいですね。こういうの買っちゃいたくなるもんな、渡りガニ。でも今日はもう我慢、今日は違う、もうちょっと変わったやつを行きたい。こう八百屋さんでいろいろ買ったりします。でこういうフルーツも売ってますよね。珍しいフィンガーライムだ、これね。ブチブチブチっとやるとライムがキャビアみたいに出てくるんですよね。うわー、そそられるな。これこれ分かりますか皆さん、これメゴチっていう魚なんですよね。天ぷらにしたら最高にうまい魚。これいこうかな、普段はあんま触んないからな。そうだな、赤ウニの刺身とメゴチの天ぷらでいきましょう。あ、すいません、赤ウニの良さそうなところ、こればっかり分からんですよね。ですよね、5個ぐらい。ウニってね、分からんのっすよ。もうプロでも割ってみるまで分からん。あ、それ良さそうっすね、ありがとうございます。じゃあこれとあとメゴチがおるじゃないですか、これ1つください。1ケース、これはい、全部お長メゴチ大丈夫、いいですよ、はい、はい、今日何買ったんですか。今日はタイとマグリとマグロとです。僕のリスナーさんで、もう本当にちっちゃい頃から見てくれてる、僕が10万人ぐらいの登録の頃から見てくださってる方らしいです。よかったらこのシールも、ありがとうございます。こういうね、リスナーさんとのこう触れ合いもいいですよね。やっぱりね、市場来るとあー動画頑張んなきゃなってこの瞬間思いますよね。というわけで帰りたいと思います。それじゃあ帰宅、ただいまということで帰ってきました。今日はこんな感じの仕入れ、赤ウニですね。まだね、生きてますからね、トゲトゲが動いております。そしてこちらがメゴチですね。釣りする方はね、これ一度は釣ったことある方多いんじゃないですかね。結構ね、簡単に釣れるんですよ。で、人によるんですけど、キスより好きっていう人もいますよ。ただね、こいつはね、まとまって釣れないんですよね。やっぱりキスの方が群れで行動するんで、たくさん釣れるときはね、ガンガン釣れるんですけど、メゴチはね、そんなに数釣れないんですよ。で、僕がこの前釣ったマゴチ、あれとはまた違う魚なんですよね。なんで、メゴチを泳がせてマゴチとかも狙うんですよ。そんなお魚。で、メゴチにも種類があるみたいで、尻尾が長いじゃないですか、こいつ。これね、オナガメゴチって言ってました。まあ、正式名称はちょっとわかんないんですけど、オナガって呼ぶらしいですね。だいたい釣りで釣れるのはね、このぐらいのサイズで、尻尾もこのぐらいの長さなんですけど、こいつは尻尾長いですね。さあ、そうしましたら今日はこちらの買ってきたお魚を使って、赤ウニのお刺身、メゴチの天ぷら、そしてメゴチの煮付け作っていきたいなと思います。もうサクッと作りますよ今日は。じゃあまずこちらウニからいきましょうか。でこのウニをさばくときはこういうなんか100均とかの安いまな板、これの上でやるといいと思います。なんでかというと、木とか樹脂製のまな板でウニをさばくと、こうトゲがね、こう食い込んじゃうことがあるんですよね。で一回食い込んだウニのトゲを取るのってすげえ大変なんですよ。なので、できるだけ、使い捨てまな板の上でやる。で、ウニの色素も、こう、まな板につくとなかなか取れないんですよ。ちょっと僕も今、こう、手にね、ついてますけど、こう手についただけでもなかなか取れないんですよ。なので、できるだけ手袋つけた方がいいですね。使い捨てまな板と、手袋。じゃあ、さばいていきます。半分にバカンとやるやり方もあるんですけど、僕は、この裏側を、こう包丁のこの顎のところですね、ここで、カン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 やります。はい、こうやって陥没させます。はい、で陥没したらここを外しますと、パカッと。お、意外と身がいいぞ。まだ身がちょっと少ないかなって言ってたんですけど、いい感じですよ。そしたら水に塩を入れて、でちょっと叩くと、で中の内臓を取り出します。はい、そしたらピンセットとかお箸でこの、なんだろう、黒いモヤモヤ、これを取ります。この作業がちょっとめんどくさい。このモヤモヤをしっかり取らないと、ウニとしての商品価値はもうないんですよ。よし、ある程度取れたら、はい、こんな感じですね。そしたら、新しい塩水を作って、これティースプーンとかで、こうやってウニの身をかいて、ポチョンと落とすと。もう一辺がでかいですね。できるだけ潰さないようにね、くるっと入れて、ポチョンと。
なんかこう赤ウニってちょっと身がね三角なんですよね。やっぱりムラサキウニとかバフウニとかに比べてちょっと平べったいから身の形もちょっとこう三角っぽいんですかね。よいしょ。はい、こんな感じ綺麗に取れました。そしたらこれはお刺身のお椀として使いましょう。ほんでこういうウニを割る機械っていうのもあるんですよ。これはどう使うかというと、この口のところですね、ここにブスンと刺して、そしたらこれを締めるとここが開くんでウニが開きます。うわこれ物いい。でこれをあとはこう剥いていくと。まあでもこっちの方がね仕事は早いですね、慣れたら。数こなすんだったらでも絶対こっちですかね。まあでも内臓がこういう風についたままなんで、後でどの道取らなきゃダメですけどね。でウニは1個にこの身が5個入ってます。なんで必ず5個取ってあげる。よし。でこの状態になったらここでこのヒレヒレを取ると。まあこっちの方がね早いかな、まあ、好みですね。やっぱり専用の機械なんで早い、手返しがいいですね。でこんな感じ。あーこれはちょっと身がそんなだな。本当にウニの目利きは難しい。どこのお魚屋さんでいいウニくださいって言ってもやっぱウニは難しいって言われますね。僕のチャンネルの視聴者さんならもしかしたらウニの目利きに詳しい方がいるかもしれませんね。もしよかったらコメント欄で教えていただけるとものすごい助かります。教えてください。じゃあちょっと剥きたてをいただきます。うめえ。これがウニの本当の味ですよね。もうプリン食べてるみて本当に美味しい。うわほんで口の中に残るこの余韻がすごいな。やっぱ赤ウニはずーっと甘みが残ってる。日本酒飲みて。でまた新しい塩水を作って、でこの掃除し終わった綺麗になったウニですね、これを一つ一つ入れていきます。でねどうしてもやっぱこういう細かいのがまだ残ってるんで、それをここで最終チェックで取るわけですよ。で黒いこういう玉とか汚れ、これはこうやってねザルに入れることによってザルの下に落ちてってくれますんで、もう最終はこのザルの上で片付けると。でこれ一番気をつけないからですね、この殻の破片、これ絶対ダメです。たまにあるんですよね、板のウニ買ってもウニの殻がめちゃくちゃ入ってるやつ、もうあれはね最悪な処理ですね。そういうウニはもう良くないですね。どんだけ味が良くても処理が雑なんでね。ウニっていうのはねやっぱそのものの品質も大事ですけど、処理の丁寧さっていうのが味ぐらい大事になってきますんで、この処理はね絶対しっかりやんなきゃダメ。ほんで僕ね今まで苗板の入ったウニは生ウニには勝てないよってずっと言ってたんですけど、そのね苗板の使われてる生ウニでも美味しいやつは美味しいですよ。逆に塩水ウニとかでもちょっと味が薄かったりだとか、なんかえぐみがあるなってやつもありますからね。だからやっぱりねウニって一番大事なのは鮮度だと思うんですよね。究極僕そこに行き着きました。ウニはやっぱ鮮度。それはもちろんね、苗板が大量に使われすぎてるのは、やっぱ苗板臭くて美味しくないですけど、まあやっぱ鮮度が一番大事だなって思いますね。もうこういうね、剥きたてのウニ食べちゃうと、もう如実にわかりますね。ちょっとこの割れちゃったやつはつまみ食い。うめえ。全然魚屋さん。いいですよ、これ。はい、これでウニの仕込みの完成。そしたらお次はメゴチいきましょうか。でメゴチってこんな可愛い見た目でねヌルヌルしてるんで安全かなと思いきやですね、こいつはこのエラブタ、ここにねものすごいトゲがあるんですよ。これでこいつのトゲってただとんがってるだけじゃなくて、こう返しがついてるんですよね。で鋭くて返しのついてるエラブタなんで、手とかに刺さっちゃうとなかなか取れないんですよね。めっちゃ危ないんですよこれ。で釣れました、手で持ちます、こう持って針を外そうとしたもんならもうブサッといかれます。なので釣り具屋さんとかに行くとメゴチバサミとかいう魚掴む名称のトングみたいなやつあるじゃないですか。そういう商品ができるぐらい危ないんですよね。まあ、これで死んでる状態だったらまあよっぽどいいんですけど、死んでてもやっぱトゲは鋭いので気をつけてくださいね。でまず天ぷら用は松葉おろし、こう背びれのところをこうやって切っていきます。こういう風にねザッサ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 ッと、でここら辺まで行きましたらバツッとお腹の皮1枚残します。そして反転させてピロ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 っと、まあ皮剥いても剥かなくてもいいんですけど、ちょっと皮に匂いがありますんで、まあ、剥いた方が僕は好きかなって感じですね。こんな感じ、すごい綺麗ですよね。そしたら松葉おろしはここから三枚おろしの要領でこうやって入れていきます。で尻尾キワキワで止めます、この状態。そしたら反転させてもう片方も同じようにやっていきます。でここで止めると、こんな感じ。そしたら骨を落とすと、そうすると身だけになります。これが松葉おろしですね。あとは下味付けて天ぷら粉で揚げていくだけですね。もう一度いきます。背びれから入れて
で反転させて、ここグッと押さえてピロ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 ーっと。これ死んでるんで簡単にこうめくれるんですけど、生きてる状態だとなかなかめくれないんでね、ちょっと難しいんですけどね。まあ本当に皮はね、剥いても剥かなくても本当好みなんで、どっちでもいいかなと思いますよ。はい、こんな感じですね。皮剥かないんだったらもう簡単ですよ。ここら辺からもう頭落としちゃって、ヒレついたままでいいです。で内臓をかいて、でここからこう入れていくと。で同じですね、こういう風に。はい、こんな感じ。これ OK。 であとこうヒレとか残ってたらこう取ってあげると。腹骨もそんな気にならないんで、これはね、すかなくてもいいです。まあこんだけ大きいとすいてもいいと思うんですけど、まあそんなに変わんないですね、目落ちは。で煮付けですね。煮付けはもう頭バーン落として、内臓ピュピュピュ取るだけ。もうこれで OK です。頭バシ落として、あ、これ美味しそう。これよう超えとるな。あ、これ卵入ってますね。こう卵入ってたらこう卵も煮付けましょう、うまいんでね。はい、こういう感じでどん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 やっていきます。はい、ではおろし終わりました。そしたらまずこちらの天ぷら用ですね、バットに塩振ってあります。塩振ったバットに置いていきます。はい、で上からも軽く塩打ちます。で冷蔵庫で10分ほど置いて脱水していきます。でその間にこの頭取った目ごちですね、これの最終仕上げ。まずボウルに頭取った目ごちを入れて、そこにお塩で、ぬめりを取っていきます。結構ね、こうぬめりが出てきますんでね。で皮付きで料理する場合は一回こうやって頭取って塩もみした方がいいと思いますよ。で必ず頭を取ってから塩もみしないと、もうエラがズカズカ刺さっちゃうんで、頭取ってから塩もみした方がいいと思います。ほら、どん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 ぬめりが出てきます。でね、こう触ってるとキュッキュキュッキュしてきますんで、もうキュッキュキュッキュしてきたら OK ですね。で流していきます。で洗い流してる時にこうやって血合いとか残ってる内臓もこう出していきます。こう内臓がちょっと残ってると結構臭かったりしますんでね。はい、そうしたらこちらの頭取った目ごちをフライパンに並べていきます。はい、こんな感じ。そしたら煮だれ作っていきます。まずお醤油を、この量だったらまあ50ぐらい、お醤油50、みりん50で、酒100いきますか。で、お水も100、醤油50、みりん50、酒100、水100でいきます。で、そこにザラメを少し落として甘さを入れていく。で、生姜ですね。目ごちの煮付けはもう生姜は絶対ですね、絶対入れた方がいい。ちょっと多めぐらい入れた方がいいですね。よいしょ。はい、そしたらフライパンに先ほどのタレを流し込んでいきます。そしたら落とし蓋して、さらに蓋をする。これで10分ほど煮ていきます。はい、ある程度煮立って目ごち全体に火が入りましたら、落とし蓋を取って煮詰めていきます。このぐらいのタレの濃さで食べてもうまいんですけど、もう少し僕は濃い方が好きなので、少しとろみをつけていきます。よし、好みのとろみになりました。これで目ごちの煮付けの完成。はい、そんなこんなで脱水が終わりました。汗かいてきてますね。で水気と塩気を少し取ります。はい、あとはこれ天ぷら粉につけて揚げるだけですね。もうちょっと冷蔵庫で寝かしましょう。じゃあウニのお刺身からいきましょう。今日はこういうお皿にこういうクリスタルソルト乗せて、でここにウニの殻を乗せます。お、いいですね。おごのりを乗せます。そして大葉を1枚噛ませて、このウニですね、ウニを一粒一粒持って盛り付けていく。そしたらほじそうをちょっと添えて、はい、こちら赤ウニのお刺身の完成。さあ、そしたら最後天ぷら揚げていきましょうか。今日は目ごちと夏らしくゴーヤもいきましょうか。ゴーヤはな、うまいよな。このぐらいのサイズに切って、僕で結構厚切りが好きなんですよね。でちょっと塩水に落としておきます。でナスもいこう。
まずは低温でお野菜からいきます。ゴーヤ、ナス、そして大葉は裏面にだけつけてシャッと。はい、そしたら次は目ごちですね。はい、OK。そしたらお皿に目ごち、ゴーヤ、おナス、そして大葉で、はい、これでめごちの天ぷらの完成。はい、じゃあ完成いただきます。よっしゃ、食べていこう。じゃあまずは天ぷらのこちらの揚げたてからいきましょう。本当にね、このめごちの天ぷらうまいんだよな。久しぶり。大根おろしを天つゆにおろして、見た目マックのポテトみたいですね。いただきます。うまい。少し塩が強いな。ちょっと脱水の時に塩かけすぎましたね。もうちょっと塩分なくてもよかったかも。でもうまい。市場歩いててめごちなんてスルーしがちですよね。天ぷらにしたら本当にうまいですから。ちょっとゴーヤいいですか。ゴーヤ大好きなんですよね。うまい。夏はこれよね。ナス、うまっ。大葉ね、大葉、おいしい。じゃあお次はこちらの赤ウニの刺しいきましょう。まずは王道の食べ方しますね。醤油につけて、そしてご飯の上に乗せて、プチウニ丼みたいな感じでね、こちらいただきます。これはうますぎるわ。ウニの嫌なところが一切ない。お口の中で一生懸命探そうとしてももうない。甘みとウニの旨み。紫ウニとかバフンはね、個体によってあるんですよ。こうウニのえぐみとかね、ちょっと生臭さってあるやつはあるんです。この赤ウニはね本当にない。柳橋市場行く人、あそこ通りかかって赤ウニがもし売ってたらちょっと買ってみてください。もう騙されたと思って。でも1個から売ってくれるんでね。まあ身入りはね、開けてみないと分かんないですけどね。これ1個800円ぐらいだったかな。800円とか1000円ぐらいでした。出す価値はある。これほぼ1匹分ですからね。1匹分とちょっとですから。次はピンクソルトちょっとつけて、すだちね、いただきます。うまっ。もうつまみなら断然こっちなんですよ。ご飯に行くんなら醤油。うますぎるんだ。じゃあ次、めごちの煮付け。あえて鍋ごと持ってきました。なんかその方がね映えますよね。いただきます。うん、うまっ。ちょっとこの個体はカルキの香りがするな。めごちもキスと一緒で、個体によってねカルキみたいな匂いがするやつがいるんですよ。もうちいちゃいやつがうめえな。うん、あ、うまい。これはこれでめちゃめちゃうまい。ね、ちび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 食べるのがいいんですよ。はい、ということで今日はこちらのめごちとウニときましたら、お飲み物をこちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。隠す気はね、丸見えでしたね。朝一行ってからの料理作って、そしてこの昼ぐらいに飲む銀色、最高ですよ。いただきます。銀色飲んで、ちまちまとこのめごちの煮付けをつまむんですよ。うまい。おすすめです、これ。それじゃっくり、食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は市場で買っためごちと赤ウニを使ってお昼ご飯作ってみましたけども、うまいですね。僕好みのもの買ってるんで、それうまいですよ。今日は市場の立ち回りじゃないけど、まあ、マナーみたいな動画を撮ってみましたけども、朝何喋ってっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、魚の名前とかもうほとんど書いてないんですよ。だからもう聞けば教えてくれますし、値段もね、書いてるところは少ないです。なんでこれいくらですかって聞いたら教えてくれます。ほんで一番の時にちょっと説明し忘れてたんですけど、少し難しいなって思うところが、その例えば今日、
メゴチを買ったじゃないですか。薄い平箱にさーっと入ってて、あれで2000円ぐらいだったんですけど、ああいうね、単価の安い雑魚っていうのは割とこう一箱で買うものっていう認識ですね。これ半分でもいいですかって対応してくれるお魚屋さんはあると思うんですけど、まあ内心はいやこれ半分買われてももう半分これ残っちゃうしなって思う魚屋さんが多いと思うんですよ。なのでああいう色物とか単価の安いものは一箱くださいって言った方がかっこいいかなと思います。もう結論聞けばいいと。中にはね、そういうちょっと聞きづらいなって思う方も絶対いると思いますんで、そういう方は大きい魚、もうタイとかアジとかそういったものを狙ってこれください、いいんじゃないでしょうか。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。